こんにちは、グランピーの村上です。今日はですね、チューブラータイヤの交換依頼をお客さんからもらいまして、まあ、いい機会なんで、そのチューブラータイヤってどんなもんなんかっていう紹介 と交換風景を少しお見せします。チューブラーは簡単に説明すると、空気が入ってるチューブを外側のタイヤで包み込んだものになります。まあ、クリンチャーと比べると、まあ、これが実際のチューブラータイヤなんですけど、構造がシンプルでまん丸になるんで走行性能がいい。でプロのロードレーサーの中でも、全体の 50% は未だに使っている人が多いそうです。シクロクロスで乗っている人たちも未だに使っている人が多いそうですね。で接着は、まあ、リムタイヤのはめる構造なんですけど、このチューブラー専用のリムとタイヤを接着剤で接着してはめるっていう形になります。で接着剤がリムテープ、両面テープタイプとリムセメントっていうのりのタイプの2つあるんですけど、まあ、今回はそのリムセメントっていうのりの方で作業してます。チューブラータイヤすごい性能がいいそうなんですけど、まあ、反面デメリットもやっぱりありまして、パンクをした場合パンク修理がすごい大変っていうデメリットが一番大きいと思います。あとタイヤ交換がすごく手間がかかるっていうところですね。もし異物踏んで穴が開いたりとかした場合は、もうタイヤを剥いで中のチューブにパッチを貼って、でまたタイヤを縫い合わせないといけないらしいんで、まあすごく面倒くさい作業になると思います。今日はお客さんの依頼でリムセメントでやってくれっていうことだったんですけど、まあ、なんかリムテープだと接着力に不満が残るそうで、それで安心して使えるリムセメントの方で作業してます。交換の仕方なんですけど、これも途中までやっちゃってるんであれなんですけども、古いタイヤを一回剥いで、でリムに残ったのりをきれいに剥がします。で剥がした後にこのリムセメントっていうのをタイヤ側とリム側に塗っていって、で塗っては乾かして、塗っては乾かしてを3日間繰り返します。それで、土台が完成するっていう感じです。で今からそのこのリムセメントを塗り終わった状態になっているので、今これからタイヤをはめていくという感じですね。はい、じゃあこれから、リムタイヤはめていきます。でタイヤのはめ方、はめる手順なんですけど、じゃあ、よいしょ、バルブをまず通して、そこからどんどんリムにはめていくという感じですね。ここを通してはめてったらいいんですね。はいはい、ちょっと空気抜いといた方が、空気抜いた方がいいですか。はい、やりやすいです。コツは引っ張りながら、引っ張りながら、ここはちょっと伸ばしながら、はい、伸ばしながらリムにはめ込んでいってください。いやー、そっちのはまってないのが引っ張るか、もういけそうですか。いけそう、いけそう、大丈夫ですね。ああ、入った、入りました。はいはい、入りました。でここから、はい、どうするんですか。ここからちょっと空気を入れます。空気入れます。はい、どのぐらい入れますか。まあ、1気圧2気圧ぐらいでいいと思う。でセンターを出していきます。はい、歪んでいるところをどんどん修正して、はい、真ん中にまっすぐ来るようにしていきます。はい、入りました。これで
センターが揃ったんで空気をパンパンに入れるんですよね。パンパンに入れて、はい、密着させるっていうことですね。はい、入れます。これ入れパンパンに入れたら何日か放置した方がいいんですか？そうですね、あの一度入れてどれぐらい接着されてるか様子を見てから、はい、ちなみに今回のタイヤの空気圧範囲はどれぐらいですか？8から12です。8から12バールですか？はい、まっすぐになってるか一回見てみましょう。はい、のいい感じですね。はい、はい、はい、です。いました。はい、これで、ちょっと時間を置いて密着度をチェックして完成です。はい、でチューブラーですね、もし依頼するしたいという場合は金額がですね、前後で工賃が 13,200円です。リムセメント込みでこの値段になります。納期は早くて1週間ぐらいから、交換時期になった人とかは全然対応しますので、交換の依頼お待ちしてます。ありがとうございます。